おはようございます、まずは今日はシーチキン、これを開けて油を切っていきます。油を切ったらマヨネーズと昔教わったこれに少々ケチャップをプラスすることでコンビニのツナマヨの味に近づくということでいつもやってます。はい、具が一つ完成ですね。そして梅干しから梅肉を外しておきますね。はい、ご飯を持ってきて握っていきます。まず一つ目は塩おにぎり。嫁さんの分と二つずつ握っていきますね。はい、そしてツナマヨをたっぷり。今日は少し小さめにしてます。はい、そして最後が梅にぎりですね。一応全部のおにぎりに周りに軽く塩をまぶしてます。そして卵を3つですね。卵焼きを焼いていきます。殻が1つ入ってしまいました。はい、これに砂糖大さじ1と塩が小さじ半分ぐらいで、いつものように巻き巻きしていきます。あとは全体に焼き目をつけて形を縦横整えてお弁当箱に詰めていきます。はい、自然解凍 OK のお惣菜ですね。これも卵焼きを入れて冷凍食品のメンチカツ、今日はこれで完成ですね。何が出るかな弁当です。見た目はどれか分かりません。お弁当にどうぞ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。この後は逆再生をお楽しみください。